皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤芽衣香です。はい、今日でやったねコンサイスシリーズですね、終了となります。はい、 SM フルートシリーズって言った方が良かったかな。はい、今日ご紹介するのはうちの32本目の楽器で、はい、この子ですね。中を開けるとどこかで見たのに似た子がいますよね。このあたりが間違える要因なんですけども、はい、この子は、キーなしで白い掃除棒で、フルーター付きの子ですね。以前の動画で、最近来たばっかりだよって言ってた子は、説明書が三つ折りの、もう一緒じゃない？掃除棒が、グレーの、フルータ付きの木なしの、はい、コンサイスフルートです。もうね、間違えますよね。自信持って言うなって感じなんですけども、はい、並べるとこんな感じですね。ほぼ一緒ですね。違いはというと、最新の子は、はい、凹んでます。頭部間のね、リッププレートが。これは確か紹介したよね。よね？怪しくなってきた。編集しながらちょっと確認しておきましょう。はい、そんなわけで、今日は凹んでない方の、8月にうちにやってきた、寒い国からやってきた、はい、コンサイスフルート、白い掃除棒の、四つ折り、はい、二つ折りというか四つ折りというか、の、説明書付きのフォークフルート、フルーター付きをご紹介いたしました。あかん、ほんまに、なんかちゃんと管理しとかないと。きっとなんか備品がなくなってもわからないだろうなって感じになるので、まあその時はこの動画を見ながらね、はい、チェックできるのでいいかななんて思いながら、それもあってね、動画にしようかなと思ってました。うちのね、楽器たちね、そんな高価なものっていうのはあんまりないんですけど、しかも多分売り飛ばすとなったらもう本当になんか、泥棒に入っても見合わない金額にはなると思うんですね。もっとね、はい、高級な楽器をたくさん持ってらっしゃる方のところに行くと、今度は多分セキュリティがね、大変だと思うんですけど、なんかいろんな楽器たちがいるんですけど、多分、今のこの、ちょっとまだはっきりしてる頭でも整理できてないので、自分のためでもあるんですけど、ちゃんと楽器のリストを作って、最終的にね、もっと自分が、必要じゃなくなった時とかに、この楽器たちをどういう風に振り分けていくかっていうのを考えなきゃなと思ったりします。次の代にね、受け継いでいかなきゃいけない楽器たちなので、大切なね、はい、噛んでる場合じゃなくて。はい。なので、まあ、コンサイスフルートとかに関しては、特にまとめてリストにして、今ね、作られてない貴重な楽器なのでね、はい、どういうところが、この子は、ちょっと弱いよとか、これがこの子のメリットだよ、みたいなことを、はい、またね、メモ書きしてね、次に受け渡せれるように、当面は多分十何年かは使えると思うんです。私が元気な間は、はい、元気でずっとありたいなと思うんですけど、はい、そして世の中が平和だったらば、その中で使っていけるかなと思いますし、で、その中で仲間が増えていって、で、いつかその方たちが、例えば欲しいって言った時に譲ってあげれるような状態にしておいてあげたいなとか思ったりします。また世の中ね、眠ってるコンサイスフルートがね、まだまだあると思うので、それも、なんか、世の中にこう流通させて、一歩間違ったらこういうのってね、ほら、あれ、ソロ版とかもそうじゃないですか。一時期流行ったけど、使わなくなった押し入れに入れてて、で、そうこうするうち引っ越しの時にもうわかんないからもうまとめて捨てちゃえみたいになっちゃう時があるので、そうならないように、コンサイスフルートいい楽器だよ。捨てないで、ぜひ次の方にね、回してあげてねって。もう大変だったらリサイクルショップにまとめて持っていったら、リサイクルショップのお兄さんとかお姉さんたちがね、綺麗にね、こうね、分けて、で、そしてちゃんと計算もして、やってくれるので、お小遣いにもなると思うのでね、わずかかもしれないけど、もともとね、そんな高いものではないのでね、なんていうかな、バーンっていう値が張るわけではないんですよ。今作られてないっていうとさ、期待しちゃうじゃない。
2万とか3万とか4万とかでもっと、いや、楽器なんだから10万超えるかもしれないと思うかもしれないんだけど、もともと売られてた時代が3500円とかで、今作られてないってことは楽器ってメンテナンスできる人がね、なかなかいないとね、吹けなかったりとかね、状態が悪いとね、価値が下がってくるわけでしてね、私たちが吹いてるような高級な楽器っていうのが、私が吹いてるのはまだ安いんだけど、世の中の一般的なフルーティストさんが吹いてる楽器って、多分500万ぐらいするんですよ。私そんな使ってないですけどね、300万から500万ぐらいの間のもう皆さん持ってらっしゃるんですけど、そういう楽器でも売るときは二束三文って言って怒られるけど、本当にねびっくりするぐらいの安い値段になっちゃうんですよね。はい、経年劣化の話もね多分前してたと思うんですけど、時間が経ってる楽器ほど安く売りさばかれちゃうので、はい、私のね大事な楽器もね、売ろうと思うとだいぶ下がってしまって、本当になんか何にもならない額にはなってしまうんですけど、コンサルスルートはそういうなんていうかな価値の問題ではなくて、人類の、はい、財産だと思ってください。まあ世の中の楽器みんなそうだと私は思いたいんですが、特にコンサルスルートは当時のね製作者さんの熱い思いがこもってるんですよ。もうなんか見てるだけでワクワクしますよね。自分がこうなるとは思ってなかったんですけども、オールド楽器を集める方ってよくコレクターの方いらっしゃるんですよね。本当に一本一本高い楽器をガーって揃えたりとかするんですよ。で、私の尊敬する先輩がですね、本当にトラベルソーをね、山のように持ってらっしゃって、で、なんでそんなにいるのかなというのと、プラス、なんでそんなに吹き分けができるのかなって感心するばかりで、私は一本でいいやと思ってたんですけど、ちょっとずつ分かってきました。一緒にするなって言われそうだけど。トラベルソーはね、一本一本高いので、私はね、そこまで手が出なくって、多分今後もなかなかそれは出ないかなと思うんですけども、コンサルスフルート、フォークフルートのね、あとピコロちゃんの、研究とかはまた進めたいなと思います。本当はね、ピコロちゃんの、まともなやつって言って怒られるかな。うちのピコロちゃん、接続部分がね、やばくって、で、すごくなりにくいんだけど、本人のせいなのか、ピコロちゃんが拗ねてるのか、どっちかわからないので、そのあたりを確認したいので、ピコロちゃん本当はもう一個欲しいかな。画像の中でもあればいいのにな、なんて思ったりします。で、あるかどうかわかんないんだけど、コンサルスフルートのちょっと大きいサイズなんかがあるとね、楽しいかなとも。でも手が届かないから作ってないかもな。なんかね、プラスチックのやつもあるんですよね。そんなんとかもなんか音比べしたいなとか思うので、まあ全部を自分のものにしたいわけではなくって、機会があれば吹かせていただけるようなことがあれば、うん、ちょっと吹いてみたいななんて思ったりする次第でございます。はい、ということで、やっと今日 SM シリーズ終わりました。この後はもうちょっと心穏やかに楽器紹介ができるかなと思います。コンサルスフルートの、うちの楽器30本目の楽器ですって出したやつ、1本目取り間違えたやつね。あれでちょっとね、さーってなりました。コンサルスはまとめてやらないとやばいですね。二択が多い。あとは割ともうちょっとそれぞれに分かりやすいかな。似たようなのは実際にあるんですけどね。特に打楽器系がやばいかなと思うので、またそのゾーンになったらまとめてやっていきたいなと思います。それでは皆様、またね。